出なかった。こんばんは。あ、これ私の携帯じゃない。もう一個前のこれは11だ。これは11。もう一個あっちに13 Pro がある。あれ14 Pro だっけ？14だっけ？14か。わかんなくなった。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でございます。三村です、どうも。一通りコンサートが終わって少し落ち着いてまで、お家でちゃんとお休みしてと言いつつも、昨日も今日も30分40分ぐらい、1時間弱ぐらいの外外出はしているのですが、偉いですね、外出はしているのですが、まあしっかり結構ちゃんと寝ているのでかなり回復してきたところだなと思っております。はい、なのでまあ SNS もね、まあ別にコンサートの振り返りを投稿してるわけじゃないんですけど、 SNS もちらほらしたりもしています。そう、今日ツイッターではないんですけど、今は亡きツイッターに投稿したのが、私の弟が今中学校1年生の元気いっぱいの弟がいるんですけど、その弟と小5小6中1で同じクラスの同級生の女の子がね、私のことを推してくれてるらしくて、そう弟がね教えたらしいんですけど、どういうことってなってるんですけど、そう、その女の子が、ま、結構前なんですよ、2ヶ月ぐらい前なんですけど、あれ実はもらったのが、そうお手紙と右にあるねハートのキーホルダー手作りって書いてあって、そうおそうくれて、でそう今では家族ぐるみで家族全員で応援して押してますっていう風に書いてくれててね、嬉しいですね。やっぱなんかあんまりこう若いっつっても子供ですよね、中1ってなると。中学校1年生の女の子にねああいう風に応援されてるっていうのはちょっと未だにほんまかって思うところがあるぐらい、ちょっと信じられないくらい嬉しいんですけど、本当らしいですね。だからすごい歌唱力とかも見てくれてて、ドライフラワー好きって書いてくれてんだよね。私のその歴史上だと失敗と言われているドライフラワーを好きでいてくれてるんだから、それはもう失敗じゃなくて歴史の1ページなだけであって、いやそうちゃんとねこう好きでいてくれてる人もいるんだよっていう話でございますよね。そう黒沢さんもドライフラワーは良かったって言ってくれなさってるしね。うん、そう嬉しいよね。そうでショートカットも似合ってて好きですみたいな、すごいなんだっけな、そう写真撮ったんだよ、あこれじゃない、この携帯じゃない、ちょっと携帯持ってくよ。そうめちゃめちゃねすごい、あっ言ってて、てすごい嬉しいことをいっぱい書いてくれててさ、でその呼び方が全部日野様なんだよね。全然日野ちゃんでいいんだけどさ、そんな様付けで呼ぶの私ゆりか様しかいないんだけど、そんなそわそわしちゃってさ、そんな人に様付けで呼ばれることあまりないですからね。そんな同級生のお姉ちゃんなんだからもっとフランクに呼んでいただいても構わないんですけど、私は日野様みたいな可愛くてショートカットが似合って大人っぽい、そしてとにかく歌が上手、私も日野様みたいになれるよう頑張ります、書いてあるんですよ。すごくないですか、書いてあるんです。そうでキーホルダーもさ手作りなので汚いですごめんなさいってなんていうの付け足しで書いてあるんだよね。キーホルダーです、ぜひ使ってください、気に入らなかったら捨ててもらって大丈夫です。捨てねえよ。そう本当に書いてるねえ、疑うんじゃないよ、私の自作自演だと思うのか、自分で書かないだろこんなの。
恥ずかしくて書けないよこんな純粋な愛をね。いや本当嬉しいですよね、すごい褒めてくれてて。そうそうなんです、もらったのが確か6月ぐらいだったんだけど、ちょうどその時そう4期生の募集してて、で今投稿すると下手に憶測を読んじゃうかなと思って投稿しなかったので、それでもうそっからすごいドタバタしちゃったじゃないですか、皆さんご存知の通り。それでなかなかツイッターできてなかったんですけど、そうもともとその SNS これもらった時に SNS 載せていいのかっていうのを、まあ、弟づてに聞いてて、それですごい喜んでくれてて、でずっと楽しみにしててくれてたっぽくて、だからちょっと遅くなっちゃったんだけども、かなりね、そうでもね、そうずっと楽しみにしてくれてたって言ってたから投稿しました。喜んでもらえてたら嬉しいな、そう確認したの、そうちゃんとね、嬉しいよね。あ、その子がオーディション受けてるかとかは全然わかんないです全然わかんないから、別にあれなんですけど、嬉しいよね。そんな私のどこが好きかと言われたら、私がちょっと自己肯定感が低すぎて何ともあれなんですけど、でもすごいね、なんだっけ、可愛くてショートカットが似合ってて、大人っぽくて歌が上手いだっけそんなさね、でファンの方も喜んでくれるかなと思ってツイッターも載せましたよ。嬉しいね。うん、そう、ちなみにその子とは会ったことないです。私の弟は中学1年生で年が離れてるので、なんかこう同じ、なんていうんですか、同じ学校で会ったとかそういう話とかが全くなくて、本当に8つかな離れてるのでそうでも なんかさ、子供の頃にいたじゃないですか、なんか、あ、俺の姉ちゃんもう20歳超えてるみたいな、それなんですよね。そう年が離れてるから、そうなかなか私からすると、私長女なんで、私からするとそういうのって結構なんかちょっと次元の違う話というか、一つこうなんか、なんていうんですか、空想みたいなお話なんですけど、ね、実際に私の弟がそうなんですよね。そう、私が21で今13になったので、すごいですよねそうそうそう、小6の時にはもう俺の姉ちゃん二十歳っていうことに言えてるわけなんですけど、まあ、っていうのもあるので、弟も同級生は全然私知り合いじゃなくて、妹も同級生は2個下で、今第1、妹が第1なので、だから結構近いので、それぞれ知り合いとかいたり、部活のね、後輩ちゃんが同じ同級生だったりとかするから、てか、まあ、うちの妹が同じ部活だったんですけどなのでそういうのはあるんですけど、弟は本当に分かんなくて、あ、まあサッカーの知り合いで何人かぐらいかな、でもそれもなんかたまに会ったことあるぐらいで、前にそのクラブチームに挨拶に行った時に、何でしたっけ、あ、そう、ちょっと歌ってよってちょっと歌って、そうアイドルなんでしょ、歌ってよって言われたことを、これもショールームで話したことあるんですけど、そういうことはあったりしましたし、そう前にもね見に行ったことあるんですけど、そう弟のだから小学生の終わりのタイミングに私ちょうど実家帰ってて、なんか最後の試合、卒業試合みたいな、その小学校のチームそのまま結局進級して中学のチーム行ったんですけど、弟は小学校のチームの卒業式みたいなのがあって、その時にそうその時にもなんか言われましたね、なんだっけな、忘れちゃった、そうなんか踊ってだったかなんか歌ってだったか、うん、そうで今さ DMMTV さんでアイナンが見られるじゃないですか、それ私の家族が乗ってて、
弟も乗ってるんですけど、弟確かその時小6じゃないか小5の1月とかなんですけど、今中1でしょ、だからもう1年半ぐらい経って、あのねめちゃめちゃでかいんですよ今。168とかそんぐらいあるんじゃないかな、もうちょっとさすがにもうちょっと下か、165はあるんだよね多分、この時点でね皆さんよりも身長が高いかもしれませんが、その時アイナの時は私と同じかそれよりも下かだったはずなんだけど、私のお父さんが180あるので、そう、うちの父が180あるのでね、そんぐらい伸びるかもしれません。あの足がね長いのよ三村家の三村家というかパパがそう足が長い骨格でそうで、どっちかというと私もそっちを受け継いでるんですよ。あの胴が短いタイプね、そう胴が短くてあのウエストの部分がないっていうタイプなんですけど、そうあのいわゆる骨格ストレートってやつなんですけど、弟も足が長くて羨ましい。そう、スポーツはサッカーのキーパーをやってますね。うん。サッカーの普通にフォワードとかもやってたんですけど全然芽が出なくて選抜入りというかスタメン入りとかできなくて悩んでたところ、小学校4年生ぐらいの時にキーパーやってみたら意外とやっぱその時からもう成長が早くて身長が高かった分キーパー向いてたっぽくて、そう、それでキーパーをずっとやってますね。そうキーパー始めてから、まあ、そもそも人数が少ないのもあるしあったんだけど、そう、そっちの方が向いてたっぽくて、そっから大会のメンバー入りにしてなって、そうそうそう、あとスタミナがないらしいのよ走り続けられないんだってなんかママが言うには、そう、スタミナがないからフィールドを走りきれなくて、足は速いんだけど、そうだからキーパーには向いてたっぽいですね。一人で新潟来て帰りたくないって泣いてたのは小学校2年生ぐらいの時ですかね。そう、そうですよ、もう私も加入して、あ、3年生かな、さすがにどうだっけ、ちょっと私も覚えてないな、私も加入して5年経ったんだっけ、6年目で、だから何ですかそうなるか、でも小2小3とか、あ、そうだから弟はもう小学校2年生ぐらいの時で記憶が止まってるんですよ。うん、そうだ、久しぶりに会うとなんか親戚のさ親戚みたいな、そう、親戚みたいな存在になっちゃうよね。年も離れてるし全然会わないし、ゲームのソフトなくした子だよね。そうです、スマブラをカセットごとなくして、それでカセットを結局私が見つけたんですけど、ちなみにスプラトゥーン2もなくして、ちょうど3がさ、スプラ3が発売の時だったんですけど、2が出て、2が見つからなかったら買わないよって言ってたのに3買ってましたね。うん、そう、スマブラは私が見つけたんですけど、あ、そう、あゆ太郎さんのゲーム配信にスプラしに行ってましたね。
そう、アイナさん推しです。ちなみに弟はなんか普通に3期生の推しとか聞いてみたいけどね。2期生だとテラヒナが好きなんですよね。全然弟のスイスイだろうな勝手に言ってじゃないよ。誰なんだろう、わかんないな。そう、推しっつっても顔だけだからね。あのパンって見せて誰がいいですかって聞いてたから。そう、あ、ポキありそうだな。確かにポキありそう。あー、リリノかな。スイスイありそう誰だろう、わかんないな。今度聞いてみよう。てか聞いてみよう、もらおうかな。弟モテる？どうでしょうね。たまに面白い話は聞きますけどね。なんか中1になってすぐになんか土日カラオケ行くっつって、そうカラオケ行くって言って、誰と行くのって言ったら、なんか男友達と女の子とみたいな。で 割合を聞いたら女の子の方が多かったの。何それと思ってでしかもなんか朝の9時10時とかから行くみたいな、朝の9時10時からカラオケに女の子の割合多く行くのみたいな、どういうことって思って後日話を聞いてみたらあの男の子が遅刻しただったか予定があったとかで、あの最初いなくて、そう弟一人対女の子多数みたいな、何そのハーレム、草なんだけどっていうレベルで、なんか陽キャで嫌でしたね。弟が陽キャで嫌なことをこの上なかった。そう、まあ、最終的には別にその男の子お友達も来てみんなで楽しんだらしいんですけど、うん、そうで隣から妹がさ、あの子供たちだけでカラオケ行けるのみたいな、なんかちゃんとちゃんと予定立てれんのみたいな、そうそうそう、すごい妹がチクチクしてました。妹弟に対してね当たり強いんですよ。なんか弟がねちょっと抜けてんだよね、性格がさ、なんかそうなんか抜けてんのよ。それで妹はその抜けてる弟に対してチクチクしてるんですけど、ポンコツなの弟と。弟もまた上手ですよ。そうただまああの声変わりの時期ではあるので、今もうだいぶ低いんですけど、なんかちっちゃい頃まだ声変わりしてない時はかなり私とか妹とかと声近くて、そう電話で出た時に分かんないんですよ誰か分かんないの、そう妹なのか弟なのか。だけど今もかなり低くなってるから、うんヒローヒローみたいな声ヒローヒローヒノって呼ばれてます、ちなみに。歌は上手だったけど今どうですかね。あんまり歌ってくれないんだよね。うん、妹は今軽音部らしい大学の軽音部らしいけど、この前初めて聞いたわその話。うん、歌唱力はご両親の遺伝なのだろうか。そんなことないと思いますねうん、別に歌別に下手じゃないけど別に上手くもないですよ両親は。私の基準が厳しかったらあれですけど、
別にそんなことないです。ただ耳はいいんじゃないかな。そう、妹は昔は子供の時は声ちっちゃくてそう、全然声ちっちゃかった引っ込み思案なんですよ。今はそう思わないかもしれないんですけど、でもなんか急になんか小学校2年生ぐらいの時になんか人が変わったようになったって学校の先生にも言われるぐらいなんか人が変わったらしくてそう、そっから私は昔から目立ちたがり屋というか人前に出ることが好きだったから、学級委員長とかリーダー系のこととか昔からよくやってたんですけど、そう、妹はそのタイミングから学級委員長とかやって最終的には高校で生徒会入ったりとかして私よりも目立つ役職やってて、私はもう芸能を始めたからそっちに集中するためにそういう類のリーダー系は控えて、どんどん控えてって後ろ向きになってったんですけど、そう、そう、引っ込み思案だったんです。昔は声がちっちゃくて歌えなかった人なの、恥ずかしがり屋で。でもいつの間にか、そう、でもなんかやってることはお姉ちゃんと同じ道をたどってる気がするんですけど、本人はねお姉ちゃんの真似はしていないってうるさいんですよね。だから真似してないことにはなってるんですけど、でもだってね学級委員長もやったりとか生徒会、まあ、生徒会は私はやってないけど合唱部だって私が入ってるとこ入ってきたしそう、高校だって一緒のとこ行ったし、そう、私が1ヶ月だけ通った高校ね、まあ妹は無事卒業したんですけど、うん、違いがあるといえば妹は大学に進学して私は NGT やってるってことだけですかね。これだけアイドルになる可能性はないんじゃないかな。なんか4期生のオーディションが始まった時に、その時リカさんがもう卒業発表してて、LINE で今 NGT 応募すればリカさんの卒業コンサート出れるって LINE 来ました。無理だよ、間に合わないよって言いましたね。ちょっとそれ目指すなら3期生で入ってくれないと。でもやっぱ性格は似てるっぽくてね、今流行りの MBTI 診断ってあるじゃないですか。本来はあれは MBTI 診断風なので本物ではないらしいんですけど、まあ、16種類の性格診断っていうのが流行っててね、今いろんなところでよく聞くんですけど、あれがね一緒なんですよね、どうやら。そう、 ENFP と ENTP、 私はこれをどっちかなんですけど、妹も全く一緒で ENTP、 ENFP、 昔は ENFP で最近やったら ENTP だったみたいな。知ってますか皆さん MBTI よくこの英語の羅列見るでしょ。メンバーもこの話すごいよくするんですけど、知ってますか。あ、すごい、やってる方もいる。そう、 MBTI ね、で本来は対面でちゃんと話をする、面接みたいな感じをして診断するものなんですけど、っていうのが本物なんですけど、まあ、それを真似たじゃないというか、パロディとか、まあ、そういう類の、まあ、ウェブで簡単にできる、まあ、まがいものっちゃまがいものと注意喚起されているのだが、簡単にできる、まあ、ウェブのサイトがあってね、それはもうMBTI 診断のようなものと公式からは断言されてるんですけど、そう、知らない人もいいんですけどね。それのまあそれはそれもそれで
一つの心理テストとしてとても面白いので、16種類の性格がに分けられるっていう、まあ、そういう性格診断みたいなのがあるんですよ。そうそうそう、似て非なるものってやつですね、いわゆる同じ、英語を使っているから、だからまあなんていうんですか、まあ同一視されるんですけども、実際には違うんですよ。そう、あくまでね。そうで、いろんな質問があって、なんかあなたは、なんだろうな、例えばあなたは期限付きの宿題をちゃんと計画的にできますかとか、まあ、だからそういう類のもので、そのいわゆる ENFP とか ENFJ とか、まあ、なんかいろいろあるんですよ。でその4種類の項目があって、 E か I か、S か N か F か T か J か P かっていうのよ、大体この4項目の2択で、それで16種類になってて、でその一番最初の E か I かは外交的か内向的か、こう人とコミュニケーションを取ったりとか外で活動することに積極的なのが E で、自分で集中してやりたいとか、あまりこう外に出ないタイプっていうのが I。 まあ私もここどっちかって言われたら悩むんですけど、案外心理テスト質問をやると E なんですよね。嘘やんって思うんですけど、私 I だろって思うんですけど、意外と E なんですよ。それは多分ですけど、まあ、私は家でインドアで過ごすことの方が好きなんですけど、でもなんだかんだ人と何かを作り上げたりとかそういうのって得意な方であんまりこうなんていうんですか、自分一人で何かを達成するよりもこう人のことを使わせるというか、なんていうんですか、人をプロデュースするとか、人を自分を中心に渦巻くっていうのが得意なタイプなんですよ、どっちかというと。なので E なんですよね。あとまあ普通に自己表現が得意とかも外交的なタイプになるので、そういう点においても E が多くなっちゃう。そう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 なんです。歌唱力決定戦でユニット戦が良かったのは、まあてか、まあ、それも逆説なんですけど、やっぱそういうのってこう複数人で何かを作り上げることが得意じゃないと成り立たないので、そういう風でいいですね。こう外交的か内向的か、いろいろこういう心理テストあって、でこれメンバーがすごいね得意なんですよ。でなんかそのいいかあいかの質問とかもあって、じゃあ皆さんに1個で質問しましょう。仲のいい友達とカラオケに来ています。突然カラオケに入ってね、歌ってました、遊んでました、わーって、まあカラオケじゃなくてもいいですよ。そう、仲のいい友達と2人で遊んでました。で、プルルルル、友達に電話が来ました。近くに私の友達が遊んでるみたい、よかったら合流して一緒に遊ばないって言われました。ね、その子は別に自分の知り合いじゃないんですよ。その友達の友達はね、自分の知り合いじゃないんだけど、そう言われました。あなたはいいよ一緒に遊ぼうって言うか、え二人だけがいいってなるか、どっちですか。これが外交的か内向的かのやつでございます。お、分かれてますね。あ、それやだ、全然 OK、 気まずいな。皆さんどっちですか。いいよどうぞ、全然いい、 OK。 え、全然いい人多いね2人がいい、のみだったら OK。 あ、まあ、のみでも OK じゃない。あ、そうなんだ、でかっ、でしょ、水でかいっしょ。ちなみに私この場合だと2人がいいなんですけど、そう、これがみんながいいよって言った方がいい外交的で、まあ、2人がいいなだと愛なんですよ。そう、結構価値観ガガッと分かれますよね。そう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 、そうなんですよ。まあ別にそれだけじゃないんですけど、他
他にもなんかいろいろあったんだよな。なんだっけな、休みの日に、休みの日があります、仕事の休み。まあ皆さん、じゃあ土日が休みだと思ってください。土日の休みで土曜日に予定を入れてました。そしたら日曜日にも予定が入っちゃいました。それについてどう思うか、1週間のたった2日間の休み、土曜日に予定を入れてたら日曜日にも入っちゃった、わーめちゃめちゃ充実してる、やったーって思うタイプか、1日は休みたかったのにって思うタイプか、どっちかそう、仕方ない、しょうがないちょっと思ってたのと違うな。そう、まあ、予定の内容による、確かにね。月曜日有給使おうかな、ちゃんと休みたいタイプだ。そう、まあなんかそれもどっちか、なんていうんですか、はどっちもは休みなく、休みの日にもこうやって充実しててやったって思う方が外交的タイプで、内向的タイプはその逆で、わどっちかを休みたかった。まあ私この場合内向的なんですけど、でも質問やると外交的になるので、なんかいいなんでしょうね、きっと自己表現的な部分で多分いいの割合が高くなってて、まあ質問やると 50%50% なんで、ちょうどちょうどね、どっちもあるタイプなんですけど、うん、そう、コロナ禍家にいられなくてめちゃめちゃきつかった人は、まあ間違いなく外交的なタイプですよね。そう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 、全然コロナ禍家でホームステイ、ステイホームでも、ホームステイじゃないわ、ステイホームでも全然余裕だった、むしろこっちの方がラッキーみたいな人は内向的なんでしょうね、きっと。まあ私内向的なんですけど、その手で見たらね、うん、っていうのが一番最初の I と E、 これが4つあるんですよ。で次が現実型、現実型か想像型かみたいな感じで、それはね、これがね、夢とかマナがよくやってるのが、はい、あなたの目の前にリンゴがあります、どう思いますか、ね、はって思うでしょ、はって思うじゃないですか、なんでもいいんですよ、思ったこと言えばいいの、リンゴが置いてあります、どう思いますか、あなたはこれに対してどう思いますか、感想を述べてください、なんでもいい、感想でもなんでもいいんですけど、ゆなこ食べたい、美味しそう、赤い、買ったの、これもね2つあって、ちなみに私はちょっと変な話なんですけど、私はその赤いリンゴって言ったら頭に乗せて矢で射抜くのかなって言ったんですよ。すごい狂ってるかもしれないんですけど、本当にそう思ったんですね。赤いリンゴ、ポン、赤いリンゴってかリンゴって言われて、あ、なんかって思うかなって言ったんですよ。それはいわゆる想像型で、リンゴというものに対して話を膨らませてるじゃないですか。例えば、リンゴ、そうだな、多分食べたいとか、料理したいとか、多分そういう類は想像型、私と同じ方、これが N ですね。でそれに対してリンゴ、赤いとか丸いとか、そういうリンゴそのもののことを言った人は現実型 S なんです。そうそうそう、まあ、それに当てはまると皆さんのコメントもそれぞれだと思うんですけど、お話を広げると、広げるタイプ、お話を広げるというか、まあ結構想像できるタイプだと N、 そうじゃない現実的なことを言うと S。 うん、あと何があったかな、
まああとはなんかそうだな、察する能力が高い方が N、 1を言っただけで10理解できるのが N で、1から10まで言わないとわからないのが S という言われ方もします。そう、間違いなく私は N なんですよね。うん、そうだな、まあ例え難しいですけど、まあそう、想像力、想像力の話ですね。うん、調べてみようかな。リンゴの話はよく聞くんだけど、S と N ね。直感的か感覚的か。じゃあ皆さん言いますよ。はい、あなたは今から何も考えないでくださいって言われました。さてあなたは今何を考えていますか？はい、何も考えないでくださいって言われて、分かった、何も考えない、分かったっていうか、え、もう何も考えてないですっていう状態にできる人は S、 直感型、現実型ね。で私の場合、え、なんで何も考えちゃいけないんだっていう考えをすること、なんで考えない、なんでだろう、なんで考えちゃいけないんだろう、どうしてだろうって思ってしまうのが N なんですよ。これ分かりやすいですよね。そう、感覚型か直感的か、感覚的か直感的か、これが、まあ、EMBTI の IN、なんだっけ、あ、違うわ、あ、IE と NS か、外向的か内向的かと、直感型か現実型か、逆だ、直感型と、感覚型か、その次が T か F か、私これ T か F かどっちか分かんないんですけど、これは感情型か論理型かっていうことでございます。じゃあまた皆さんに質問しますね。私が頭痛いんだよねと言いました。あなたは何と声をかけますか？はい、何と声をかけますか？
結構ね2極に分かれております。大丈夫っていう人と薬飲むっていう人。大丈夫ってまあ気遣いっぽいことを言う人、大丈夫とか言う人は F 感情型で、薬飲むとかあのどうしてっていうこうなんていうんですか、原因を探ったりとか薬飲んで解決策を与える人は T 論理型なんですよ。結構わかりやすいじゃないですか。あとはね、あの人あなたのこと嫌いらしいよ、なんで私のこと嫌いなんだろうが T で、 F が私何かしたかな。私これだと F ですね。そう、私ね F と T はねかなりねどっちもというか、人に対してだと F で、自分に対してだと T になるんですよね。そう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 、そう、これは結構ねバラバラでございます。そう、私の場合はなので ENFP か ENTP になります。この F と T が完全にバラバラなので、そう2種類私は普段、マナには絶対に T って言われるんですよ。論理型、ヒノは難しい日本語使ってくるから絶対討論者だって言うんです。あの ENTP が討論者なんですけど、そう討論したい、討論してるから T だって言うんですけど、そうでもやってみたら F なんだよ、それが T なんだよって言われます毎回。まあ F と T は今ので結構分かりやすいかなと思いますね。で最後 P と J でございます。これ私は絶対に P なんですけど、J が計画型、 P が、柔軟型でございます。これね質問的にはねあ出てこない、ちょっと待って。質問がない、ちょっと待って、質問がないよ。まああのスケジュールでスケジュールをガチガチにして決めて動く人が J で、行き当たりばったりである人が P でございます。私は P です、絶対に。計画なんてあのクソくらいというかあの結局その場の対応次第だろうって毎回思ってしまうし、あの頭が固い人得意ではないので、私がそうもっと柔軟に考えればいいのに、もっとこう効率よくできるのにって思うことが多いので、そうその場のノリでいけるタイプというか、私はねどっちかというと、そう絶対に P なんですよ。まあでも J が羨ましいと思う時もあるんですよね。 J はいわゆるもうその完璧にスケジュールとか組んだりとか、まあ、計画的にやれるので、まあ後々焦ることがないんですよ。そう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 、後々焦ってやばいどうしようってことにならないのが P じゃないわ、 J なので計画的なので、そうそう私は絶対に P なんですけど、絶対に揺るがない P なんですけど、っていう以上の4種類の2択ですね。
E か I か N か S か T か P か J か P か T か P じゃないわ T か F か P,、P か J かの4種これを、それぞれ、まあ、ちょっといくつぐらいかな、まあ、そこそこ減ったんだよな。質問をクリアしていくと出てくるよっていうのが MBTI 診断風の16種類の性格診断っていうのでございます。私は外交的で想像力豊かな、計画性のない、感情豊かかつ論理的な人なんですけどちょっとそこが分かんないんで F と T が。そうそうそう。ちなみに相性がいいとか相性が悪いみたいなのもあります。実はそう、まあ、でも私が ENFP か ENTP か分かんないから何とも言えないんですけど、そうこれはね他の心理テストとか占いとかと違って自分で答えていくし、結構その MBTI 本物ではないんだけどやっぱりウェブサイトとしてめちゃめちゃ流行ってるのもあってすごい人気なんですよね。当たる、結構当たると言われている。そう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 。どっちもね分かると思うんですよ。ちょっと説明文読みましょうか。 ENTP と ENFP の説明文、私多分これのどっちかなんですけど、そのままでしょ。 ENTP 討論者ですね。討論者は頭の回転が早い上に大胆な気質の持ち主、迷わず現状に異議を唱えるタイプの人たち。それどころか相手が誰であってもまたどんな内容であっても反対意見を述べることに躊躇しません。議論することが何よりも大好きで、賛否の分かれるトピックに会話が進めば進むほど面白いと感じるタイプです。とは言っても討論者は気難しいまたは意地悪だと思うのは誤解です。むしろ好奇心旺盛かつ博識で遊び心もユーモアもあり、一緒にいるととても楽しい人たちです。ただ楽しいことの定義が多くの人とは異なり、熱い論戦を好むというだけ。ルール破りの、ディベートが上手で、そういう人っぽいですね。どうですか？私そう思います？私そういうとこあると思いますか？賛否両論のことに追求してディベート、ひろゆきかそうですね、ひろゆきさんです。でもう一つ私の ENFP、 さっきのが ENTP で ENFP で、 F と T の違いは、論理型か感情型か。頭痛いよって言った時に大丈夫って答える人が F で、薬あげようかって結果をね促してくる人が T なんですけど、さっきのは T の方ね、結果を促してくる薬あげようとするタイプの人で、今話したのが ENFP、 大丈夫って答えるタイプの人なんですけど、この場合は運動家型で、運動家は根っから自由奔放な人たちで社交的でもあり心が広いという特質もあります。明るく楽観的な姿勢を持つので大勢の中で目立つ存在でしょう。普段から人気者の運動家ですが、楽しいことだけに興味があるわけではありません。運動家は奥深い性格の持ち主で、周囲の人と有意義な精神的つながりを持つことを強く望むという特徴もあります。フレンドリーで外交的な運動家は、充実した人間関係や社会生活を維持することに熱心です。パッと見た感じ、おおらかで人付き合いの良い人ですが、とても豊かで生き生きとした内面も持っています。飽くなき想像力とクリエイティビティ、旺盛な好奇心を抱くのも運動家の特徴です。独特のやり方でものすごく内省的になることもあります。他のことに集中するべき時でも人生の深い意味や目的についてつい考えてしまうのです。すべてのもの、そしてすべての人はつながっている、そう信じているので、このつながりから得られるわずかな洞察を生きがいにしていますっていうね、喜びを差し求める、探し求める、想像力をかきたてられると運動が夢中になるっていう、私はこのどっちかなんじゃないかなと。ハートありがとうございます。まあ結構なんかどっちもしっくりくるというか、そう
結構どっちもしっくりくるところあると思うんですよ。だから多分どっちもどっちハーフなんですけどENTP と ENFP のハーフってことにしてるんですけどね、結構でもどっちもしっくりきません？どっちかというと多分ファンの方から見たら ENFP の方が印象深いかもしれないですね、もしかしたら。そう、え、これあのバーナム効果じゃないのって思うかもしれないじゃないですか。そんなことないんですよ。あの他の MBTI を見るとマジで全く違うっていうのが出てくるんですよね。性格タイプ、今だから私 ENFP か ENTP って言ったじゃないですか。だから全く逆、 ISFJ とか言えますか。 ISFJ、 あと容赦、あ、これ ISTJ の方にしようかな。こっち、あ、ちょっと待って、なんかそんなことないな、全然違うっていうのがないな。 ESTJ、ISFJ にしよう。擁護者は控えめで地味なやり方で世の中を動かす人たちです。この時点で違いますね。勤勉で献身的なので自分の周りの人たちに対する強い責任感もあります。誕生日や特別な日などを忘れることはなく、締め切りも守り、愛する人たちに対してのサポートと配慮を行動で示すでしょう。自分の努力や配慮を認めるよう相手に要求することは滅多にせず、人のためにかけていろいろと動くことを好む人たちです。非常に有能で実行力があり、多彩な上に繊細で思いやり深い面もあり、同時に分析能力が高く細かいことにもよく気づくタイプでもあります。控えめな気質ですが人付き合いも得意なので人間関係も安定しているでしょう。擁護者は様々な素晴らしい特徴を持つ人たちで、日々の他愛ない場面でも持ち前の強みを発揮する傾向にあります。はい、ちなみにこれはねマリナさんとかがこれのはずですね。擁護者すごい分かりません？マリナさんってなんかすごい人を支えるというか、こうあんまり自分がってしないじゃないですか、マリナさんって。そう、すごい分かりますよね。あと絶対違うっていうのは、まあなんか見てみるといろいろ面白くなってます。まあなんかどっちかというと、まあ多少バーナムもあると思いますが、なんかこの中だったらこれが一番しっくりくるみたいなのがそのあったりするんですよね。それがまあ心理テスト、まあ女子が特に好きだと思うんですけど心理テスト、まあ、私は ENFP か ENTP、 まあもしかしたら愛もあるかもね、時期によっては愛かもねぐらいの感じですかね。ちなみに妹はね同じでしたね、 ENFP か ENTP のどっちかって言ってました。一緒。ああ物落としちゃった。皆さんもよかったらその一応本物ではないんですけど MBTI 診断ではないんですけど、まあ普通に今流行りの心理テストとしてねやってみてもありじゃないでしょうか。そう、私は ENFP か ENTP なんで、あの相性がいいかどうかも分かることができます。ちなみにおもろよかったら、まあ面白いんでね、あるあるとかも P 丸様がね MBTI あるあるとか載せてるんですけど、それは面白いんですよ。っていうので、まあ、最近メンバーの中でも流行ってる MBTI 診断についてもお話ししました、はい、ということで
もう1時間経つので終わろうと思ってるんですけど、コンサートの話はいいというところでございまして、でもコンサートのリハ中もね結構この話をよくしてたんですよ。だからもうここ最近の NGT の、ホットワードはこれでございます。相性合わなかったら泣いちゃう。可愛い、泣いちゃうって。でも私 ENTP か ENFP なので、どっちも絶対に相性が悪いことはないので安心してください。そうということで終わるぜ。壇上読みます。13位市田さん、12位企業さん、11位赤道のターボーさん、10位雲の上の空豆さん、9位くじちさん、8位けいさん、7位しんいちさん、6位あずきさん、5位ベロさん、4位東吾さん、3位むっちゃんさん、2位パックさん、1位ひょりげたさん、ありがとうございます。まあ、なんか本物の MBTI 診断も受けてみたいですね。なんかオンラインで受けれるっぽいんでやってみたいなと思ったりもしますね。ということで、ショールーム配信の特別プレゼントじゃないわ、特別 CD 販売うんちゃらかんちゃらね、特典付きのやつ、お名前入りサイン付き生写真と、あとはジャケットの個人特別なんちゃらかんちゃらのやつ、2つのやつ、あれが明日までとなっておりますので皆さんお忘れないよう、私も後でツイッター X の方に今はなきツイッターの方に投稿しておきますので、皆さんよかったらお忘れなきをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でございました。また明日、おやすみむら、バイバーイ。